人は食べたものと読んだ本でできている、全然書房の阿部です。今日もですね、素晴らしいゲストから、一冊のいい本をご紹介していただきます。今日は金子さんに来ていただいてます。金子さんをご紹介します。はい、ただいま紹介いただきました僧侶の金子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、金子さんにはいつも、はい、前々では座禅会で、そうですね、はい、もう随分長いもう本当10年近く、ね、やっていただいてますよね、はいはい、でまた本も、はい、もう紹介いただく本が10冊近くなってきましたかね。そうです ね、はい、何気にですね、はい、こうちょっとずつ売れてるんですね、はい、それは良いことですね、はいはい、本は大事ですからね。そうですね、爆発的に売れるというのは、まあ、うち他の本もそうですけど、そういうことではないんですけど、はい、金子さんの方は地味にですね、はい、こうポチポチとこう買われていくんですね。ちょっとね、ロングセラーになるような、うん、そうですね、埃をかぶっての本が好きなもので、はい、ちょっとずるい面がありますよね、うんうん、まあ、全体がね、うちの本は大体そういうもののご紹介ではあるんですけども、逆に言うと、はい、それだけ人気が、金子さん紹介している本は人気があるという、ありがとうございます。多分ね、普通の本屋さんでこう並んでても、うん、あんまり売れないんじゃないかと思うような、ね、気がするんですが、なるほど、はいはい、で今日はですね、はい、実はまた同じような本で、うん、おそらく、まあ、題名を言いますね、はい、生物と無生物の間という本で、らしいですね、これでそういうの多いですよね。で福岡伸一さんという方の書かれた講談社現代新書から出ている本で、うんうん、でおそらくまあ、85万部突破って書いてありますけど、うん、生物と無生物の間じゃないですか、うん、題名が、うん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 、でやっぱり理系のものだから取っかかりが面白くないんですよ。なるほど。ところが、まあ、読んでみるとね、うん、今意味軸も阿部さんがおっしゃったように人は食べたもの、はいはい、読んだものでできている、はいはいはい、食べるものって無生物ですよね、うんうん、そうですね、それが僕ら生物を作っていくわけですよね、はいはいはい、で、まあ、生物とは何だろうか、うん、無生物とは何だろうか、うん、まあ、そういうことから始まるんですけど、あ、まあ、せっかくの本の紹介なので、先進ませてもらっていいですか。どうぞ。この本、うん、まあ、私が読んだ感じだとこの方の自伝みたいなものなんですね。どういう研究をしながらどういう研究所に行って、ところがなかなか華々しい、まあ、経歴でして、うん、まあ、京都大学を卒業した後にアメリカ、うん、ハーバード大学、うん、それからロックフェラー大学、うん、まあ、そういうところをこう、まあ、ラボを転々と、向こうは転々としますから、うん、そうですね、でそういう中で、うん、この方がどういう研究をされたのか、うんうん、それから研究の最前線ですね、うんうんうん、この本は簡単に書かれてるんですけど、うんうんうん、実際にその研究の最前線って、うんうん、はっきり言えば誰にも理解できないことをやってるわけですよね、はい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 、そうすると、うん、その論文を出しても、うん、その理解できない、うん、そうすると、うん、結局情報がどうなるのかっていう、研究の最前線では他者の研究をどう評価するかっていうのは実際どうなってるんだろうか、うんうん、そこにまあ、DNA の二重らせんっていうね、うん、遺伝子のワトソンとクリックとか、うん、こういう方々、ノーベル賞を取った方々の奮闘の中での、まあ、いろんな疑惑とか裏話とか、うん、そういうのを研究者の目で見て、うん、で研究職とはどういうものなのか、うん、まあ、そういうようなことも生々しいところで書かれています。うーん、なんかいや面白そうですねっていうよりもなんか難しそうですね。いやそれが、うん、ここに書いてあるまあ、傑作科学ミステリーって書いてあるんですけど、はいはいはい、ちょっとこれ僕違うと思って、うん、読み物として、うんうんうん、書かれてますので、うん、どっちかというと文学が好きな人の方が読みやすいと思います。例えば大学を変わった時に、うん、まあ、研究所変わった時に、はい、この町は町並みがこうで、うん、冬になるとこの木々から開花がどうのこうのとか、うん、そういう描写がすごくあるんですね。で難しい数式とかなんかは1箇所しか出てこないです。でむしろそういう最先端に臨む挑んでいく科学者たちがどういう心の葛藤とか、うん、そういうものに追われながら、あとしがらみとかに追われながら日々をやっていくのかと、うんうん、なるほど、そういうのが書かれていく中で、うん、まあ、ちょうど書かれてますけどね、ポストコロナの未来が見えるとか、うん、まあ、ウイルスのどうのこうのっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そういう生物学的な基礎っていうものもこの中に分かった気になるんですよ。素人さんが読んで分かった気になるってことはとても大事で、うんうん、そうすると分かんないところを調べようという気になるんですね、うん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 、よくでこの方の面白いところが、うん、俺はすごいっていうことは全然書いてないんですよ、うんうん、でむしろそういう分かりやすく分かった気になるような表現で物事を書いて進めてくれるんで、うん、とても読んでいてその難しいっていうのはないです、うん、なるほど、読みやすい、読みやすい、うん、
で当然調べればね、専門のことだから難しいことも出てくるんですけど、まあそういうこう科学のなんていうのかな、こう野口英世伝、そう伝記を読むような感じですね。深入りはしないんだけど、いろんな入り口がそこら見えるわけですよ。なるほど。うん。でこの向こうではあの人が悩んでる、このドアの向こうではあの人が悩んでる、このドアの向こうではっていう形で深入りしないんですよ。ただその大まかなことはこういうことで悩んでるんですよってことは書かれてる。なるほどね。それを深入りしていくとまたなかなかね、あの普通の一般の人には分かりにくいところの世界ですから、そこはもうそれ、はい、現代新書ですから、うんうん、あの専門が知りたかったらもう専門書の方にっていうその入り口ですね。むしろこの人 の, あの研究人生をいろんな大学を転々としながら、うん、あのやってきましたっていうのが網羅されていて、うん、そしてですね、あの私がここでいろいろな本を紹介してきましたけれども、はい、私が一つ重視しているのはどういう視点が得られるのか、うん、これによってどんな情報が得られるかっていうよりも、うん、どういう視点を手に入れることができるのかなっていうのを僕は一つの指標にしてるんですね。なるほど、うん、でこの本はそういう、まあ、理学書というよりかは一般的な方向けの読み物であって、この方の伝、まあ、自伝に近いような書き方をしている、うん、その中で失礼ながらこの本を読んでいると、うん、だんだん罪悪感というものを感じてくるんです。それとだからかもしれませんが、俺はすごいっていうのはほとんど書いてないんですね。でなぜだろう、なぜだろうと、そんなことはないでしょうと、やっぱりこういう一流の学者さんが書かれてるんだから、やっぱり俺のすごいっていうのもあるだろう、科学は素晴らしいっていうのもあるだろうと思ったんですが、なかなか出てこないんですよ。そして最後の最後にちょっとこう読んでみたいんですけど、あの一番最後のところですね。最後読んじゃってネタバレにならないですか？ネタバレにはならないです、ね、あのいや本当にこの後書きの最後ですからね、うんうん、でまあ、この方が、まあ、子供の頃あの、まあ、カエルの卵、生物学ですからね、生き物に興味があって卵があったから、その殻をちょっと開けて中を見てみたと。でそしたらば取り返しがつかないことしたんじゃないだろうか。そしてその後接着剤で殻を閉じるんですけど、まあ、ここに書かれているのは一旦外気に触れたトカゲの赤ちゃんは徐々に腐り始め形が溶けていった。で生物学っていうのは生き物を扱ってます。医学もそうですね、はい、で僕らは興味でいろいろな興味があるからいろんなことを研究する。そのために、まあ、植物を採集したり動物を、まあ、捕まえてきて実験したりとかをする。そこで多くの命が奪われてるわけですね。僕らが今コロナ、まあ、いろいろ病気になっていろんな薬を飲む、もしくは医学医療を受ける、その元を築く段階で多くの生き物が犠牲になっている、うん、そういうところが実は途中生々しく書かれるわけですよ。ただ淡々と書けてるんですよ。実験ではこういうことをする、こういうことはするってあるんですが、最後思い返して途中そういうのを読んでると、うん、やっぱりいろいろ来るわけです ね、うん、ただ科学者で本ですからね、うん、絶対明るい本に違いないんだと、科学万歳万歳なんだと思って読んでいって、最後にこの文章が出てくるんですね、うん、つまり僕らはそういう認識で生きていかなければいけない、うん、あの医療を受けるなってわけじゃないんですよ、うん、実験やめろってわけでもないんですよ、うん、ただそういう犠牲の上に成り立っている僕らっていう、うん、そういう視点を忘れてはいけない、うんうん、ええ、あのよく農業とかね、あのご飯でもそうですね、うん、あの動物たちの命をいただいてるんだ、うん、植物の命をいただいてるんだ、うん、感謝しましょうっていうことなんですが、うん、実は注射1本薬を飲む、医療を受ける、そういう裏にはやはり同じように多くの命の上にそれが成り立ってるんだなっていうことを常にまあ認識して生きていきたい、うん、それからそう、あの全ての生き物、命とは何だろうか、そういうものに対するその畏敬の念っていうんですかね、うん、でこの中にその命のダイナミズム、うん、命は何で続いていくのか、うんうん、普通死んだらね、さっき、まあ、死んだら死んじゃってこう分解しちゃうじゃないですか、うん、でも人間ってね、100年近く健康ならば生きていくし、他の動物だって何十年も生きてますよね。でも死んだら分解してしまう。その間は、じゃあ生物と無生物の間はどこにあるんだろうか。そういう意味なんですね。そういう意味だったんです。この本を読むことで、あの科学知識が苦手な方、いろんな数式とかね、あの難しい専門用語が苦手な方でも読めるようになってます。そしてあの科学的に有名な方が、ね、主人公で、野口英世も出てきます。でそういう身近な方、聞いたことある方の研究を題材にして、あの、まあ、いろんなことを研究者の目をもらってですね、そして最後はそういう全てのものに感謝して、命とは何だろうかっていうふうに思いを馳せられるように、
そういう構成になっています。ですからパッと見るとね、理学系の本に見えるんですけど、もっとこれは多分人によってね、読む人によって深掘りできる本だと思うんです。この本を読んで得られた視点によって周りを見ると、もっといろんな気づきが得られる、そういう本だと思うので、ぜひ、読みやすいですから。はい、わかりました。ありがとうございます。金子さんにこういう形でご紹介をいただかなかったら、私は多分この本屋さんで見ても、きっと、読まなかった、手に取らなかったというふうに思いますので、いい本を、ご紹介いただきました。ありがとうございました。ぜひ、この前伝書房に、ありますので、手に取って見てみて、読んでみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。